はい、エルサちゃん、皆さん心配するみえ。おいで。ちょっと詰まってるんかな。よしよしよし。おいで。目がちょっとね、涙目になってたけど、うん、ドライかな。ちゃうね。うん、大丈夫だよ。はい。おいで。ルセちゃん。ルセ。まあそんなちょっとしんどいかもわからんかな。しんどいかな。ちょっとチュールでやってみようかな。はい、ルサちゃん、チュール。はい。おいで。ほら。ほら。ほら。あ、出てないよ。はい、チュール。どうや。おいで。自分の子なんか、あ、落ちた。お前怖いな。クーさんくん、あ、大丈夫やん。目もこんな感じです。ちょっと涙目になってたけどね、おとついレオちゃんがね、涙目になってて、なんかついてんかな、目にね。え、まあ皆さん心配しはった目こんな感じです。ちょっと涙目にはなってたけどね。レオちゃん、うん、行くよ。うん、はい。どうや、しんどいんか、レオちゃん。大丈夫か。ちょっと目がね、開きにくいかな、こっちの目。右、こっちから向かって、右目は。ね、はい。はい。はい、レオちゃんね。大丈夫か。大丈夫。この子はもうだいぶね、慣れたかなって。目がちょっと痛いな。どうした目。ちょっと風邪か。ジャルちゃんも風邪ひいとったからな。なあ。なあ、ちょっとね、免疫力アップさせるね、なんか考えなダメですね、うん。この時期一番なんか弱いみたいなね、猫は。目がちょっとなんか、何やろうね。なんかついてんかな、あれ。ねえ。レオちゃん。レオちゃん。あ、レオちゃんじゃない。エルサちゃん。エルサちゃん。はい、うん、だいぶね、うん、この子は、懐いてるかなと。ねえ、こんな感じです、エルサちゃん。皆さん心配してた目、これです。まあ、ちょっと注意してね、見ます。はい。